い、それではですね、こちらがフォルトゥナの会場でございます。はい、どうぞお進みくださいませ。すごい可愛い。え、ありがとうございます。早速の一言を、ありがとうございます。そうですよね、先ほどはちょっとブラウンのお部屋から一気にちょっと白とかゴールド基調のお部屋になりましたので、うん、明るく開放的な雰囲気を感じていただけるかなと思います。はい、はい、あ、渋沢ずっと見ちゃう。ありがとうございます。ステンドグラスですか。いや、そうです、その通りでございます。めっちゃ綺麗。嬉しい。そうなんですよ、私も結構大好きなフォルトゥナのポイントの一つでもあるんですけど、実はこれがあのパンフレットに唯一載ってないんですよ。載ってない、載ってないんですよ。もう本当になんで載せてくれないんだってね。すごい、もうなんでなんでって言ってるんですけど。じゃあもう来ないと見えない。そうなんですよ。そうなんです。で実際にやっぱり見ていただくと、はい、絶対扉開けた瞬間に皆さんこう見上げてくださるんで、うん、こんな素敵なところあったんですかって、うん、皆さん感動してくださるんですけど、その雰囲気というかその目線っていうのは当日のあのゲストの方の目線もそうなんです。はい、なのであの結構お二人がご登場する前とか、はい、あとはあのお食事待ってる間、うん、でゲストの方ってお二人が選んだ会場どんな会場なんだろうって言ってこう見渡していらっしゃったりとか、うん、はい、時にはこうあの天井を見上げて待っていらっしゃったりするんですけど、あのご親族の方とかあのお父様お母様とかもなんか、えっ、こんなとこにすごい素敵なステンドグラスあるじゃんっておっしゃって、ここでお写真パシャパシャ撮ってくださったりするようなところでポイントの一つであるので、はい、結構あの私もいつもお伝えをしているところであります。ちょっと見ちゃいますよね。シャンデリアもいい感じで、あ、いい感じに。そんなに大きすぎることもなく、うん、そうなんですよ。いや、首がこうじゃん。ちょっと痛かった後ほどちょっとじっくりと、はい、はい、見ていただければと思います。ですね、ちょっとこちらなんですけれども、はい、あの当日あのお二人のお席っていうのが高砂っていう場所があるんですけど、あの、まあ、通常といいますか、実はその高砂の場所があのこちらのグリーンをバックにしたここにお二人のお席っていうのをつけることもできるんですけど、今日は実はあちらの暖炉をバックにちょっとレイアウトさせて、はい、また暖炉がまた出てきたなっていう。もうそれもオーナーが好きでですね、ちょっといろいろ買い付けてこう用意したものではあるんですけれども、はい、その暖炉を今日はバックにしたあのレイアウトでご用意しております。はい、はい、なのでよろしければここからの眺めをご覧いただければと思うんですけど、神父様よろしければこちらのお席で、はい、はい、神父様お席です。はい、失礼します。では四郎様こちらのお席となります。こちらが当日のお二人の眺めになります。目の前がガーデン、はい、かわいい。ありがとうございます。かわいい、いっぱい言ってください。ありがとうございます。で実際にですね、あのこちらであのお二人あのお席メインのテーブルっていう形にはなるんですけど、今あのご案内させていただいているこの横のレイアウトでございましたら、5人数様だと大体最大でも84名様、はい、ご案内することが可能でございます、はい、なのであのお二人のご人数様によってもレイアウトを変えていただくことはできるんですけど、あの先ほどお伝えしたあちらの緑 の、はい、あのあちらをバックにしたレイアウトだとあの最大100名様ご案内できる、100名様、はい、ご案内ができるあのレイアウトが可能となっております。はい、で実際にあの今日はですね、テーブルのクロスのお色味とかがあの白で、はい、統一をさせていただいているんですが、このお色味っていうのも変えていただけます、うん、であのこちらのフォルトゥナは2色から選んでいただけるんですけど、こちらがですねブラウンの色と白の2色、白が今の、白が今です。でブラウンがこんな感じ、あ、また雰囲気が、うん、そうなんですよ、ちょっとシックな、シックな感じ、うん、大人っぽい雰囲気にもなって素敵かなと思います。で今こちらがその横のレイアウトの高砂になってるんですけど、はい、先ほどお伝えしたそのあちらの緑をバックにしたレイアウトだとこんな感じ、ここにお席になります。はい、はい、でまた白とねブラウンだとまた雰囲気も変わってっていう形になります。うん、なんでここのテーブルクロスのお色味とか、あとはお花ですね、はい、あのそこでも雰囲気だいぶ変わります。
はい、終わりそう。終わりそう。はい、それではですね、ちょっとこちらのお部屋での入場方法の、はい、あのポイントもありますので、はい、ちょっとそちらもお伝えできるようと思います。はい、はい、ではこちらまでいらっしゃってください。はい、であのこちらのフォルトゥナなんですけど、はい、あの登場方法が3つございます。はい、いつも選べます。で1つ目なんですけれども、先ほどお二人が登場していただいたちゃん扉口からのご入場こちらですね。はい、で2つ目でございますが、右でご覧いただきますと階段見えますかね。はい、はい、あちらが階段からのご入場ですね。で3つ目なんですけど、その3つ目がこちらガーデンからのご入場になりますそうなんです。この3つから選んでいただけるんですけど、私いつもこのガーデンからのご入場はあのウェディングドレスが本当綺麗ですよってお伝えしてるんですけど、あの当日はこちらのカーテンを全部スタッフが閉めさせていただいて、お二人ちょっと秘密の通路を通ってガーデンの方にスタンバイしていただいてご入場になるんですけど、その時にゲストの方入っていただくと、はい、いやもうお二人どこから入場するんだろうねって大体ワクワクされてらっしゃるんですけど、大体あっち見てらっしゃるんですよ。まあそうですね。そうですね。でも絶対階段だよって言って、でカメラも構えて待ってらっしゃるんですけど、あの照明が落ちて、じゃ司会者からのじゃあ二人どこからご入場するんでしょうかってお声掛けすると、ここがバッと開いて真っ白なウェディングドレス姿の新婦様とタキシード姿の新郎様が立っていらっしゃるという形になりますので、もう本当にゲストの方からすると、え、二人ここから入場っていう驚きと、うん、いやガーデンあったのっていうダブルのサプライズみたいな形で、あの過ごしいただけるという感じにもなります。はい、なので実際にこのガーデンもすごく私大好きで、実際に見ていただくとですね、こちらのガーデンがこのような形になります。はい、で実際にこちらがイングリッシュガーデンになってまして、はい、なんですかね、不思議の国のアリスとか、うん、あのピーターラビットのようなちょっと世界観をモチーフに作らせていただいてるんですけれども、はい、こちらのガーデンで例えば、まあ、今日ちょっと降ってやってますけど、デザートビュッフェとか、あ、はい、お庭でできるんですか。お庭でできますですし、あとは、はい、なんですかね、サッカー好きな方だったりするとなんかリフティング大会みたいな形で使っていただいてそこでやっていらっしゃったりしますし、はい、特に女性の方はもう外出ていただくと、うん、もうすごい可愛いって言って、うん、もうお二人と一緒にお写真撮っていただくもできますし、もうそのゲストの方がもう勝手にもうお写真たくさん撮っていらっしゃったりするのをよく拝見しますね、はい、なので、まあ、ウェディングドレス姿のお写真だと前撮りとかで言うとこんな感じ。すごいすごい、白がもう本当に綺麗ですよね、はい、ですし、あとは、まあ、デザートビュッフェの雰囲気だったりすると、はい、よいしょ、こんな感じ。あ、すごい、うん、あ、こういう感じなんですね。そうなんですよ、もう広々と使っていただけますので、うんうん、楽しんでいただいてるかなと思います、はい、で実際にですね、こちらのガーデンで楽しんでいただける空間っていうのがあるんですけど、はい、大丈夫ですか。大丈夫です実際にですね、お空とか見上げていただくと、もう何も本当に遮るものがないんですよね。そうなんです。なので、もう本当に晴れてたらもう早くお案内したかったんですけれど、見上げていただくと教会がちょっと見えたりするんですね。はい、で空が本当に何も遮るものがないので、もう電線とか、コンビニ見えたりっていうこともまずないんですよね。うん、でまあ、そういった空間作りっていうのも実はその荒畑っていう地区に作らせていただいた理由の一つでも実はありまして、うん、どうしても繁華街とか駅近になってくるとそういったコンビニが見えたりとか、うん、看板見えてしまったりっていうことも多くあると思うんですけど、まあ、それは本当に仕方がないというかなんですけど、私たちのそのずっと先ほどからお伝えしているもう日常を忘れてほしいっていう思いがあるからこそ、この荒畑っていう地に作らせていただいて、もう何も遮るものがない、本当にちょっとイギリスに小旅行したような気分の中ゲストの方も楽しんでいただいて、うん、いただきたいなっていうことでこういう風に作らせていただいているので、もう本当に特別な一日にふさわしい空間作りっていうのをさせていただいているので、結構皆さん入ってくると神父様お手洗いでもうすでに行ってくださいましたけど、なんかディズニー来たみたいって、うん、すごい思いますなので過ごしいただける空間になってます、うん、
なので、まあ、実際にですね、あのゲストの方はここでゆっくりとお食事を召し上がっていただいて、お二人と楽しく過ごしていただける空間になってあります。はい、はい、それではですねこちらのフォルトゥナの会場でございますが、あの本当にたくさんポイントが、好きなポイントがたくさんありますので、少しでも気になったなということがありましたら、チャンネル登録していただいて、あのぜひお越しいただければと思います。はい、ではさよなら。